はい、こんにちは、山田でございます。メンズエステの店長をやらせていただいております。メンズエステってご存知でしょうか？ね、メンズエステ、男性を、女性のセラピストさんが癒して差し上げる、よく美容系のメンズエステとかあるんですけども、僕が運営しているのは癒し系のメンズエステ、特にビジネスマンの方たち30代から50代の、お仕事現役バリバリのね、方たち、やっぱり疲れるじゃないですか。精神的にも肉体的にも、そういう、お客様をケアする、お店を運営させていただいております。先ほど申し上げました通り5年ぐらい、やらせていただいておりますので、新人店長でもなければベテラン店長でもない、中堅どころっていったところでございますでしょうか。メンズエステ、僕らがやってるメンズエステ業界っていうのは、もう15年ぐらいの歴史があるんですよね。当初スタート時からメンズエステ業界が立ち上がった時期からやられてる店長さんに比べたらね、僕なんかもまだまだひよっこというかね、でございますが、それなりの経験を積んでいるといったところでございます。で、YouTube ね、最近ご覧いただいた方にはね、お話ししときたいんですけども、知らないでしょ、知らないと思うので、特に最近ではメンズエステ業界がなんか風俗化みたいになってきている面があって、それに対して結構ダメですよっていうことを、セラピストさんに対してとか経営者さんに対してとか、またお客様に対して、お伝えしていることが多いです、このチャンネルでね、あとはメンズエステ業界の魅力とか求人関係とかセラピストさんのこと、店長のこと、そういうようなことをお話しさせていただいている、特化型ですよね。メンズエステに特化した番組でございます。で、もうすでにね、去年の8月1日からスタートしまして、1000回ぐらい更新しているので、1日3本ぐらいずっと更新してきたっていう感じですね。で、聞いてみたらね、音声時代の内容も意外といいこと言ってる回とかもあるんですよ。自分で言うなよって。だけどもうひたすら上げてたから、どれがいい回でどれがダメな回かとかもわからないしね、本当にくだらないことを言ってる回もありますので、それを聞いていただくっていうのもあんまいまいちですけど、探して聞くっていうのもね。なのでまた話します。で、今41歳でございますな。おっさんですな。そしてちょっとハゲてます、ほらね。ハゲ親父でございます、ね。離婚してまして、10年前ぐらいに離婚して、それから1回も、子供1人いるんですけどね、可愛かったですぜ、2歳でね、いや、マジで可愛かったけど、それは可愛いか、皆さんの子供も可愛いでしょうし、子供さんいない方も、2歳の子を見たら可愛いと思う方が多いでしょうし、それは可愛いわな。その2歳の娘とね、離れ離れになって自分が悪いんだけど、もう10年ぐらい会ってないというような状態でございます。それからもうね、これはもう封印してもいいかもしれないけど、童貞を守り続けてジャスト10年、ね、山田久太郎でございますというキャッチフレーズもあったりなかったりするわけですけれども、そういう、誰かを傷つけてしまう経験をね、しましたし、またこのメンズエステというのは女性セラピストさんを、採用して働いていただいてね、一緒にやっていくビジネスモデルなので、浮ついた気持ちではできないっていうこともあり、童貞を守り続けてることに価値を感じてるという。そんなに機能しないわけでもないんですけど、 ON もしますからね、あれエッチな方向に行きましたよ、だけどメンズエステのマッサージではそんなに立たないかもしれないですな、結構大変なんですよ。メンズエステのね、研修やるとね、僕なんかはもうどうとももう本当に思わないというか、その方を輝かせるためにという意識でやってるから、そういうドキドキ感とか味わうという感覚ではないんですが、キワの施術とかでおちんちんが大きくなるような、タイミングでも大きくならなかったりもするしね、もちろんだけど、そういうような研修をしてもピクリともしないような時ももう日常茶飯事でございますが、
まあ、まだ機能はするけど、おそらくもう弱ってきてんじゃない、俺のチンコの話なんかどうでもいいよね。申し訳ございませんね。じゃあもうエッチな話ばっかりしますか。じゃあね、そうそう、なんかいろんな理由があってね、童貞を守り続けてるわけですよ、童貞を守り続けてるわけで、それに結構価値を感じてるっていうね、アホな、ちょっと変わってる感じの感覚の持ち主でもあります。それに関してはね、キモいですか、童貞を守り続けてるって。いや、若い頃はセックスしたことありますよ。だって子供もいるんだもん。うん、それに20代はセックス、もうバンバンよ、セックス、バンバンしてた時期もありましたけど、それも皆さんも一緒ですよね。やっぱりそういう時期も経て、いかんいかん、愛のあるセックスじゃないといかんっていう気持ちになるわけじゃないですか、ね、愛のあるセックスじゃないと気持ちよくないじゃないですか。でもね、最近お話しするとね、愛のあるセックスじゃなくても気持ちいい場合があるっていう意見もあってね、あ、それはそれでそういうこともあるんだなと理解した際にね、セックス、愛のないセックスも、まあ、別にもともと否定してないですからね。自分はしたくない、自分は気持ちよくないっていう言ってるだけでね、する方とか、前も言いましたけど、やりまんみたいな、やりちんのことはね、ちょっとやきもちで文句言ったりはしますけど、やりまんみたいな方も別に、どちらかというと好きですしね、欲にその忠実っていうのがね、だから否定的な考えとかフリーセックスに反対とかって思ってないんですけど、僕はもう愛のあるセックスしかしないというふうに、まあ、決めてるだけでございます。愛のないセックスをするぐらいだったら、愛のあるセックスしかしないで、愛のないセックスをするぐらいだったらオナニーでもしてるよっていう、スタンスを取らせていただいてますので、一つよろしくお願いいたします。そういう人もいるんじゃない、でもそれがいいか悪いか分かんないですけどね。だって一生童貞になるかもしれないから、もう40じゃん。だその辺、それ相応のチャンスを逃すことにもなりますからね、そしたらもう一生童貞っていうね、チンコはしょんべん専用、あ、 ON もあるけどね、ってなっちゃう可能性もあるから、リスクなんですよ。でもね、ギャンブルみたいなの面白いじゃないですか。もうだから愛のあるそのパートナーを見つけられるか否かみたいな、でそれに俺のもう今後のセックスがかかってると思ったらすごく面白くてね、だからもうマジで童貞かもしれないんですよ、一生ね。だけど見つけられたら、そのね、最愛のパートナーを見つけられたら、で俺が見つけるだけじゃダメじゃないですか、セックスなり恋愛なり、相手も愛してもくれなきゃダメじゃないですか。なので、それでだいぶレアなんですよ、この年になってきてさ、こういうタイプの仕事してて、髪も薄くなるしさ、おっさんっぽいでしょ、おっさん臭もプンプンよね。でだからね、そういうなんかギャンブルっぽいところがね、結構面白いなと思ってね、もっと守り続けてやろうと思ってるぐらいな感じのタイプでございます。こんな話するつもりなかったんだけどね、ちょっと自己紹介でもするかなと思ってね、変なこと言ってしまいました、ごめんなさい下ネタはね、ちょっと控えていこうとは思ってますけど、たまにしちゃいますが、不本意だけど皆様がちょっと興味あるんじゃないかなと思ってしちゃう時があるんです。本当は紳士的な、会った時に下ネタとか言うようなね、そんな品のないおじさんじゃないですからね、なかなか品のあるおじさんでございますので、一つ、よろしくお願いいたします。じゃあ、まあとりあえずここで終わりましょうか。